異世界ものっていうと普通はこんな感じとかこんな感じで、優しい女神様から勇者の力を与えられて、異世界の住人に愛されながら可愛いヒロインと楽しい冒険をする、そんな風に思っていたこともありました。これが僕の場合のヒロイン、これが僕の場合の冒険、挙句の果てにはこんな目に。異世界に来て分かったこと、それは異世界で僕はとことん不運です。ミスミマコト心の川柳。やっぱりアンツ好きをあなたと見たいと思いました。未来もらったこの道を心から信じていいんですか。心ない名もない美徳持ちもないやつがやいやいまた言ったって、悪いけど全部が飯の種だから一層もかんだ。でも白く真っ当な道をかっ歩してたって完璧はない、何度避けたって病んだりしない、非難批判のさ見たれ。そうですか、じゃあもういいから全員黙れ、真夜中以外でも快晴、俺は夜なんて描けない、未来にかける傷ついた思いさえ燃料なんだ、才能や喉からさずにくたばる冗談じゃない。いつも通りの一日だった。朝は家族と朝食、放課後は弓道部の練習、帰宅して夕食、風呂の後はネットと読書。お、父さんの新婚出たんだ。普段と変わらない平穏な一日だから、僕は家で寝てなきゃおかしい。ここどこ。随分と落ち着いているな。誰、神と言ったら信じるかね。いや無理。君にはこれから異世界に行ってもらう。では了承する旨のサインを。いきなり異世界とか言われても困るんですけど。おかしいな、話は通してあると聞いていたが。これは失礼した。私は夜のオスクニの支配神ツクヨミ、汝を勇者として異世界の女神に引き渡すために参った。ツクヨミってツクヨミの巫女、あの日本神話の三柱の渦の巫女の一人。ほう、これは博識なこと。そんなツクヨミ様がどうして。本当に何も知らないのだな。まず誠殿のご両親は異世界の人間だ。言われてみれば親戚とか会ったことないけど。でも異世界って。ご両親は事情があって異世界の女神とある契約を交わし日本へ来たと聞く。いつか最も大切なものを一つ捧げるという契約をな。それってもしかして僕が行かないとユキコ姉さんかマリが。いかにも。わかりました、僕が行きます。ですが、案ずるなかれ、誠殿。男の夢たる数々の品物は私が責任を持って処分しておこう。ああ、あんた神だ、神様だよ。うん、契約書はこれでよし。ご家族にはこの手紙だけでいいのか。はい。では。お、これは。今までの世界を捨てさせるのだ。私の力をできる限り与えよう。あ、ありがとうございます。女神よ、私に挨拶もせず連れて行く気か。誠殿、これから会うのはかなり問題のある女神だ。しかしできる限り多めに見てやってほしい。はい、月読み様がそうおっしゃるなら
破天荒な女神でも受け入れます。まぶしっ。あら、もう来たの。つくよみじいさんの力も結構弱くなってんだね。女神？実はこっちの世界、魔族やら精霊が好き勝手始めちゃってさ、私のヒューマンたちが大ピンチなのよ。で、あんたを呼んで手伝わせようかと。ん？あんた本当にあの二人の子供？ぶっさいくね。白鳥成分ゼロ、どこの醜いアヒルの子よ。ってわけでクーリングオフ決定。さっさと視界から消えてくれる？存在がキモい、うざい。そっちが呼んだくせに。あーやば、声すら醜いとか。私の世界にふさわしい勇者は別に手配したから、汚らわしいあんたは世界の果てでじっとしてなさい。あんたに力渡すなんてすんごく嫌だけど、妥協してヒューマン以外の言葉の理解、会話と読み書きはできるようにしといてあげるわ。あー面倒。天意のオークやゴブリンに混じって貧相に暮らしなさい。間違っても私のヒューマンに醜い種をばらまくんじゃないわよ。じゃあ行け。落としただけじゃ死なないかな。また別れたらたまんないわ。嘘だ。ゴキブリ扱いかよ。絶叫。マコト殿。つくよみ様。女神がここまでの暴挙に出ようとはな。ま、マコト殿ならこの高さでも平気だろうが。え？マコト殿のいた世界は我々の加護が届くことのない過酷で不毛な世界。魔力、肉体ともに極めて強い負荷がかかっていたのだ。負荷から解放されたこの世界ではかなりの超人であろう。なんてご都合クオリティ。だが死ぬ時は死ぬ。注意されたし。え？あれ？スクヨミ様、体が。この更新でかなりの力を使った。私はこれより何百年かの眠りにつく。そんな。マコト殿の勇者としての役割は女神自らが剥奪しよった。もう遠慮はいらぬ。何時ミスミマコトよ、スクヨミの名において新たなる世界での自由を認める。魂のリングでまた会えることを願っている。スクヨミ様。はい。この地に降り立ち、あの高い山を目指して歩き続け、早3日。人も動物も食べ物もなし。3日間飲まず食わずでもギリギリ動けるのは超人仕様だからか。ああ、独り言も虚しい。3日間、自分の声と足音と風の音しか聞いてない。普通イベントとか起こるよね、こうなる前に。寂しい。誰か。どこだ、どこから。助けて、誰か。こっちだ。助けて、誰か。はい、喜んで。え、相当の犬と服を着た豚。構うものか、孤独よりはマシだ。何者だ貴様。でも僕は人間、マコト。早すぎる。今度ともよろしく。あ、グロー。やっちゃった。はじめまして。どうしてヒューマンが私と喋れる。僕もなんで豚と話せる。とにかく大丈夫。僕は恩和で優しい。一体恩和違う。でも君を助けたのは事実だよ。つまり僕は君の味方。
わかった。グレーター、僕実は3日も迷ってるんだけど、どっちに行けば人に会えるか知らない？近くにヒューマンの村はありません。ここは世界の果てと呼ばれる不毛の荒野です。あのクソ女神、本当に世界の果てに飛ばしやがった。私はハイランドウォークのエマと申します。あ、僕は誠。あの、エマさんの集落はこの近くなの？いいえ、私は神様に捧げられる生贄として、あの神の山、神山に向かう途中でした。イベントフラグ来た！ここ数年、村が深い霧に包まれて作物が実らなくなり、生贄を差し出すことで霧が収まっていたのです。それでエマさんが。この先に神山に至る見清めの場があります。リズーから助けていただいたお礼に、そこで旅の疲れを癒してください。聡明だし性格もいい、できれば助けてあげたい。誠様？フローラルのいい香り。こんなお嬢さんを救っちゃったりしたら、それはもう完全なヒロインフラグ。3日ぶりの食事。ヒューマンは凶暴で残忍な種族と聞くが、亜人の血が混じっているのかもしれん。あんな外見だからな。悪かったね、ブサイクで。嘘、お椀が浮いてる。日常で使う運搬用の魔法ですが。エマさんって魔法使えるの？え、誠様は使えないのですか？実は全く。よかったら教えてくれないかな。ではまず基本から。いでよ、炎の核となる火種、ブリッド。すごい。この呪文は魔力に属性や変化を加える魔法の鍵のようなものです。オーク言語ではないので少し難しいですが。同じ言葉に聞こえるけど。いでよ、炎の核となる火種、ブリッド。うわっ、できた。ここからどうすれば。炎の玉をイメージして目標物に飛ばせば。イメージですね、イメージ。それから飛べ。やった。これで習得なの？こんな簡単にできてしまうなんて。誠様、現在のレベルはどのくらいなのですか？レベルなんてあるの？なんだなんだ？レベル測定ですって。どれどれ。きっとレベル200、いえ300はあるはずです。この紙を掴んでください。よし。これってレベルいくつなの？レベル1です。1。あの、よかったら他の魔法の呪文もまとめておきましょうか？うん、ありがとう。誠様？誠様？あ、エマさんへ。昨日はありがとう。呪文のリストと用意してくれた装備もらっていきます。お礼と言ってはなんですが、僕が神様を何とかします。なんてことを。魔法のリストも読めたし、手紙も書けた。これもあのクソ女神の能力か。お、神様とやらを倒して姿を消せば嫁イベントも回避できる。できれば話し合いで解決したいけど、一戦交えることも考えて練習しておくか。ブリッド。よし、詠唱は口に出さなくてもいける。魔法の形を変えられるならこれだ。的はあれでいっか。よし、成功だな。あれ、うわっ、やっば。あー、ごめんなさい。貴様、大奥の手の者か。どう見ても悪役っぽい。
どもを傘下に加えるため真の名を語った作戦だったが早まったな。住処を荒らされたのだ。真の怒りも現実となろう。さま見ろ。お、雲、いや霧。新ってさ、伝承では蜃気楼を作り出す巨大なハマグリのはずなんだけど、異世界に自分の常識通じない。お、うわっ、いきなり、うわっ、セーフ、生きてる。霧で視界が、それにこの霧、普通じゃない。避けれた、勘、いや、これが、月読様のくださった能力かな。炎のグリッドか。こんなもの当たったところで痛くも痒くもないわ。わー、傷、傷だと。火に耐性のある私の体に。やけそろー、低血液からのドラッケー。こやつ何者なのだ。無敵を冠する私がこのような。とどめの必殺、これで終わりだ。記憶の幻影の中、幸福に溺れて死んでもらおう。調子はいいな。あの。おお、長谷川、どうかした？あの。サイドテール。前に似合うって褒めてからずっとこの髪型だな。頭が痛くならないのかな？先輩、ずっと憧れていました。好きです。私と付き合ってください。はい。正直僕の外見は良くない。勉強は好きだけど秀才でもない。しかも先輩。いやいや、待て待たれよ。突然そんなこと言われても。お待て、泣くな長谷川。ならお試し期間からでいいです。それで私を好きになってください。ダメですか？断りきれない。ほう、こやつは異世界からの来訪者か。お、この記憶は。なんだこれは。未知、直接話を聞きたい、語りたい。先輩が弓を引く姿を見たとき、目が離せませんでした。それで弓道部に入ったんです。先輩？そっか、ありがとう長谷川。ちゃんと名前で呼んでください。ぬくみです。うん、でも今はまだ。先輩、夏休みはいっぱい遊びましょうね。ああ、楽しみだな。違う、こんなの現実じゃない。だってあの時僕は長谷川を泣かせたんだ。長谷川、茶番を演じさせてごめん。なんとなく分かってきた。月読み様にいただいた能力、僕を中心に半球形のエリアを作り、その中に特性や効果を与えることができる。例えば相手に気づかれることなく位置を探知する探索、そして強化。シン、僕の情けなさを思い知らせてくれてありがとう。なんと規格外の力。私にはもう敵意がないというのに。ああ、どうか矛を収めてくれ。
貴方の望む願望の幻覚とはいえ不快な思いをさせたことを心からお詫びする。あれが僕の願望。異世界の人よ、私の名はシン、上位竜にして無敵と称される存在。僕はミスミ誠、察しの通り異世界から来た。誠殿、私と契約しないか。なあそれ。契約とは互いの関係を生成して様々な恩恵を得る特殊魔法。両者の力関係に応じて能力強化と制約が与えられる。つまり私が誠殿の仲間になるということだ。損はさせぬと約束する。誠殿の記憶に大変興味がある。ぜひ良い決断を。僕の記憶どこまで見たの？どんな秘密を？どうだろう、お互いに益のあることだと思うが。この作詞名いざ、今後ともよろしくだ。こちらこそ末永く。では早速契約の儀を行おう。まずは五分と五分の名役。私が押し負けた。では七分三分の親子。規格外すぎる。八分二分の支配だ。これならなんとか釣り合うか。実質下僕に近い関係だが良いではないか。彼が、いや我が主がこの先何をするか楽しみでならない。主と共に歩むこれからの時間、我が生涯において最高のものになりそうだ。では改めてよろしく、我が主誠様。和服のクールビューティー、侍と言ってほしいですな。ヒロインじゃなくてヒーローだな。うん、第2夜、災害の黒雲。